伊藤の婚姻届が受理されたか戸籍係に電話して確認しよう。いいよもう。いやもうごめんなさい、ちょっと、先日私が、はい、結婚いたしまして、はい、ちょっといいですか。はい、もう飽きた俺お前の結婚。いや飽きたというか、もう飽きたマジで。いや飽きたとかじゃなくて、いやもうだから発表ラジオでしてさ、うん、TBS ラジオでして、でその翌々日、うん、その生配信やったじゃないですか、YouTube でね、でその次の新ネタライブで、うん、でそこでもトークのところゲストの TG クラクション4さん呼んだけど、うん、そのライブ主催者の方がその粋な計らいで、うん、伊藤のサプライズでご結婚おめでとうございますケーキをして、ね、がっつり30分ぐらい TG クラクションさんと、うん、伊藤の結婚について話す、結婚時間お互いの結婚感みたいな話し、ね、話したりして、で今これが SBS ラジオっていう僕らがもう一つやってるラジオの収録、もう一つってもう一つっていうか、その2つやってるうちの、うん、で発表した方とそうじゃない方があるんですけど、うん、そのラジオの収録後なんですけど、はい、そのラジオ収録でも、はい、伊藤の結婚を軸に話して、はい、でこれでまた伊藤の結婚に、もう飽きた俺マジで。飽きたとかじゃないんです、飽きたよもう。いやこれ なんでこんなことをやんなきゃいけないかっていうと、うん、生配信、婚姻届生提出生配信っていうのがあって、はい、それが7時から9時ぐらいまでやって、うん、で出したんですけど、うん、役所ってその時間やってないじゃん、で、うん、なんか時間外受付みたいなやつがあるんですけど、 そこに出したんですよ、うん、で出して終わりかと思ったら、うん、なんかこれは私どもは受け取って、うん、戸籍係に、うん、渡すというだけなので、うんうん、受理されたかどうかはまだ分かりません。ちょ調べとけよマジで。だから後日電話して確認してくださいって。マジで面倒かったあれ。だからなんかマジで面倒かったあれ。生配信でなんかゲストとか来てもらって、うんうん、そうだね。やったんだけど、うん、なんか結婚したかどうかよく分かってない。あれ本当に最後尻もみすもみちの尻すぼみ。あんな尻すぼみなことない。もうぬるっと、まあ、受理されたっていう、まあ、ことねとりあえずみたいな。結婚した本人側が言ってたからね。俺そうシュレディンガーの猫みたいな状態に今なってて、ここに電話した瞬間に確定するっていう。今結婚してない伊藤としてる伊藤が重なり合ってる状態。哲学じゃないと思う。そう、生配信をやってこういろいろ書いてね、でその中で承認っていう欄が、うんうん、まああって、はいはい、でまあその妻と話し合って、うん、2つ欄があるんだけど、はいはいはい、まあ、古川と、うん、あと普段お世話になってる岸隆乃の高野さんに、うん、まあね、書いてもらおうということで、そうゲストに来ていただいて、うん、でこう書いてもらったんですけど、うん、その生年月日の欄があるんですよ、承認の、うんうんうん、そこの、うん、何々年、うん、何月、うん、何日って、はい、もうあらかじめ書いてある、あらかじめ書いてあるんですけど、うん、書いてあるところに、うんうん、高野さんが、うん、平成元年って、うん、年まで書いちゃったことによって、はいはい、平成元年年何やってんだよ、平成元年年に生まれたマジ何やってんだよっていうことになっちゃってて、だからそうそう、そして高野さんが、うん、いける、大丈夫だよ、うん、こんなんいけるだろう、うん、言ってて、うん、でまあ、生配信みたいにやってるっていうのもあって、うん、もうそのまま出しに行っちゃったんですよ、うん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 、でその場では確認もできない、そうだよ、私たちはこの時間のやつは受け渡すだけなんで、はいはいはい、なるほど、だからちょっとその平成元年年問題、ね、元年年問題で、そうだね、だからもしかしたら、うん、その赤ペン先生みたいな感じで、うん、その元年って高野さんが書いた年の部分に罰印が返ってきた状態で戻ってくる可能性もある、戻ってくる可能性もある、まだ受理されずにそう訂正入ってやり直しっていう可能性もあるってことだよね、そうなんです、だから、うん、ちょっと電話をねして確認してみたいと思います、新宿区に出したんで、新宿区のちょっと電話書いてもらって、うん、ああそうかそうか、ちょっと電話します、これが受理されてたら晴れて、はい、確定。でも奥さんいなくていいのかよ。遡って。あ、すみません。先日婚姻届を出したんですけど、その受理の確認を取りたくて、そうです。8月5日です。はい。伊藤孝之。1990年の6月7日です、
保留音関係ない。何保留音？保留音なのかな。ちょっと気になっちゃって。ごめんなさい。気になんねえだろ。保留音なの。そうするとかすごい間違えてる。間違えた。確かに。すごい待たされてる。注意され、元年年だよ。だから元年年だ今。元年年どうします？元年年 OK 派とアンチ派というか、元年年否定派というか、元年年 NG 派と。OK派でちょっとめちゃくちゃ言い争ってるんです。いいじゃないですか。そうまだずっと続いてるんだよその論争が。元年年がいいかどうか、是か非か。頼む元年年ちょっと是であってくれ。元年年是であってくれ。2人の愛に関係ないじゃないですかって、なんか胸を打つような感じのみんながハッとするようなこと誰か言ってくれ。元年年賛成側に是側に言ってくれ。そういう人が。すごい待って根深いね、元年年問題が。あ、通らなかったら高野さん呼ぼう。もう一回。ていうか書き直さなきゃいけないから高野さんが。ていうか呼ぶっていうか。書き直すか、うん、電話で確認してのやつもあるらしい、うん。電話で確認して大丈夫の場合もあるって書いてある。でしかもそれも本人がいないと、うん、高野さんいないと僕は、確かに、まあ、で高野さんが。あなたは平成元年生まれですか？それとも。あ、はい。すみません。はい。はい。あ、ありがとうございます。はい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 。あ、なるほど。はい。はい。はい、わかりました。そしたらそのなんか妻の役所に行ってやるみたいのはそれぐらいあと10日とか、はい、あ、はいはい、あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はいはい、失礼します、はい、受理されてました。受理されてた。チリモチチャンスじゃないから。元年年通ってました。元年年通ったぞ。元年年が通った。みんなじゃあ正式高野さんは、はい、平成元年年生まれ。元年年生まれ。区役所が認めたってことは、うん、認めました。この人じゃあ平成元年。いや、よかった。なんかいや最初、うん、あんまり電話の声が聞こえてこなくて、うんうんうん、なんか通った感じなのかなって思ってたら、で妻のうんぬんかんぬんはみたいな、 あれがあったから、あ、え、なんか10日後みたいな、なんかあれは何か、荒川区に新しく住んでるんですけど、そっち の、うん、あの戸籍に移るみたいのに10日とかかかりますっていう。ああ、そういうことね。受理された後の話ってことか、はい、そうです。あ、なるほど。さらにこっから10日待って、はい、待って、まあ、あの役所間のね話では、はい、でも、受理自体はされた、受理はされたんで、8月5日に結婚したということが今確定しました。さかのぼってということで、どうして奥さんがいないんだ。こんな関係ね。これに関してはズルズルだよお前。これに関しては中原さんが取りましょう。え、奥さんはいいの？あ、まあ全然全然別に。こんなぬるっと受理、いやでもそういう受理された時に2人でいなかったってことだもんね。いやいや、でもあの、うん、この文章ね、うん、あの紙もらうんだけど、うん、それに書いてある文言で言うと、うん、その受理を、うん、電話で確認した際に、うん、その提出した日に、うん、遡って、うん、受理されたことになりますっていう、その過去を、この今の行動で過去を変えるっていうことが行われる。タイムリープモード、タイムリープモードみたいな。タイムリープしたの。タイムリープして8月5日の自分たちを受理され、そうここで確認。いや本当にシュレディンガーの猫みたいなことを。タイムリープだったんかい。提出した日に遡ってその日に受理されたことになりますっていう紙。ふけージュリー吹けー。ジュリー吹かくない。そうだから一応持ってった日に提出して受理された、じゃあもうあの時2人は完全な結婚記念は受理してた。あ、じゃあ結婚記念日もそうしていい、はい、もちろんもちろんもちろん。ああ、よかったね。じゃあ2人がいた時に受理され、はい、じゃあ今俺たちは8月5日にいるってことだね、うん、そのバックトゥザフューチャーの8月5日を変えた。今変えたんだ、あの時の結果を。なるほど。いや、よかった、危ないマジで。その元年年という悪魔にも打ち勝ち、はい、うん、そうね、はい、高野さんにも報告します。確かに
不安だろうしな、うんうん、大丈夫でした、はいはいはい、元年年生まれです、ね、いや元年年、ということで、はい、もう結婚の動画は多分あんまりやらないので、うん、いやそうね、さっきすぐにやりすぎなんだよ、なんか、うん、こんなやるもんルカのなんかね、うん、歯磨き粉を買おうとか、なんかそういうのやりましょう。そういうのをやります。歯磨き粉を2種買ってみようとか、そういうのやります。確かに確かに。ということで、はい、この度正式に結婚できましたので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。